はい、土パフォーマンスです。今回は、ボンドボディよりロールスロイスゴーストマンソリーの続きをお伝えしたいと思います。あれからあんまり日にちは経ってないんですけれども、もう早速ゴーストバラバラにされております。ちょっとどんな感じになってるのか見てみたいと思います。バンパーはもうごっそり取り外されております。そしてなかなか見ることができないであろうこのスピリットオブエクスタシーフライングレディのいなくなっております。はい、多分ここに本来ついてて、こうあれなんかこう こんな感じでなるんだよね。こっちだっけな。はい、なんか多分ペイントされてるようで、ちょっと現在留守でございます。はい、で結構、まあ、中身、まあ、割と多分どうでもいいというか、興味がある人は多分僕一部だと思うんですけど、ロールス全部アルミなんですね、やっぱり。はい、ファーサポートも、はい、この辺のフレームも意外や意外、全部この辺も全部アルミっていう。これだけの巨大なボディでもやっぱり随所にこうアルミとか多用して、まあ、かなり軽く作ってるっていう、まあ、僕メカ的視点でいくとなんかすごいやっぱり構造だなっていう感じです。はい、でまあ横はもう定番ないわゆる一般的なサイドスカート、ただ純正結構ちっちゃいんで、マンスリーでちょっとこうデザインのあるサイドスカートになるんで、ちょっとこの辺かなりインパクト変わってくるんじゃないかなと思います。そしてリアはもう改めてなんか外れてる状態を見て気がついたんですけど、こうなんですね。普通の車ってここがバンパーなんですけど、なんとこうえぐれてここがバンパーっていう。はい、そしてなんかリアもちょっと僕よくわからないです。もうなんかのタンクのセンサーがエアサス関係でしょうか。はい、なんか配管がいろいろ伸びてたりとか。はい、メカ的にはこれがちょっとどうなってるのか後で調べたいと思います。そして驚き、カメラマンも驚いておりました。なんとマフラーが純正で3本出しっていう。はい、まあ、基本的にあのマフラーカッターで隠れちゃってるんで、なかなか多分ご存じない方も、ちなみに僕当然知りませんでした。はい、なんと左右合計6本出しっていう、ロールスロイスゴースト何気にこんなことになってる、なかなかちょっとこれは見る機会がないんじゃないでしょうか。はい、でも早速エアロパーツの方はあの下処理が終わって、今塗装の前段階、はい、まあ、カーボンパーツにクリアとサフェーサー吹いてる状態みたいなので、ちょっと見てみたいと思います。行ってみましょう。ちょっと毎回恒例寄り道シリーズとして、はい、なんかすごいイベント映画が入っております。なんかボンドボディのブログにも出てましたけど、キャリパーがなんとボディ同色っていう、はい、なんかドラゴンレッドでしたっけ。ドラゴンレッド、はい、もう名前がかっこいいっていう。そしてなんかこのちょっと渋い赤、はい、なんかちょっとブレンボーとかAMG みたいな、こう発色の強い赤じゃなくて、ちょっとワントーン落とした、はい、めちゃくちゃかっこいい色でキャリパーが塗られてます。はい、キャリペンボンドボディ得意なんで、あのぜひどんな車でも、どんな車でもっていうととんでもないのが来たかもしれないんで、はい、まあ、鉄板の車であればぜひお任せくださいませ。はい、バンパーがありました。バンパーはもうサフェーサーを塗って、はい、これから塗装に入るみたいです。多分全部巣穴とかをこれで埋めてるんだと思います。はい、またサフェーサー塗るとちょっとこう立体感が、はい、違った感じで、はい、そしてサイドステップなんかはちょっと水研ぎ、はい、してるみたいなんで、向こうみたいですね。これは今どこまで進んだ状態でしょうか。はい、あ耳サレサー入れて、はい、あとまあカーボン残すところがクリアなんで、はい、もう一回こうサレサー入れて、はい、で紙を剥がしてクリア。これクリアまだ塗ってないですか。クリアまだ塗ってない。何回か塗ってます。2回塗ってます。何回か塗ってるっす。で隠しちゃったんですね。はい、でまあ研いじゃってるんで。あ、はい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 、はい、なるほど。じゃあここだけカーボンが見えるようにすると。そうですね。はい。サイド。はい。あ、サイド。あ、クリア。はい、はい、はい。あと、もうクリアを一番先に塗るんですね。カーボンのところに。耳ってまあサフェーサー入れて、はい、線がつかないように。はいはいはい。ちょうどフィンの部分だけカーボン残すんで。はい、え？どういうことですか。この谷す。谷から谷、ここでカーボン残すんですか。そんなえ、で、だんだん消えていくんですか。で、ここでギューって、はい、こうで、
U ターンするんですか。 U ターンする。それはどうするんですか。マスキングするんですか。マスキングします。これ別にでもリクエスト次第でいかようにでもできるわけですか。いかようにもできます、はいはい、ただシルバーはちょっと難しいですけど、はい、前もこの黒でグラデーションでやった時とかもあります。あーなるほど、はい、あシルバーだとちょっとボディの色とカーボンの色がちょっと明るさが違いすぎる。そうです。もう結構こうぼかしたのが丸分かりになっちゃうんで、はい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 、グラデーションにあんまりならない。え黒だとどうするんですか。ぼかすのぼかすのは、まあ、きっちりマスキングしといて、はい、こっちから色を決めて、はい、ちょっとまあぼかす。もうそれは高橋さんのこう勘で勘でいやもううまいこと測ってもここまでだなっていう。あそういうふうに測ってやるんですか。勘ではちょっと多分こう左右差出ちゃって選ぶ。ああそうですよね、はい、左右であるわけです。じゃあその辺は絶妙なこう加減でグラデーションにしたりもできるっていう、はいはい、じゃあその辺は要素を断定。はい、はいはい、でこれじゃあこれでもう一回塗るんですか。まあ、クリアは、はい、あのトイレでできます、はい、でここマスキングしてマスキングしてシルバーに、はい、そうするとこうカーボンのここだけフィン同じパーツですけど、はい、フィンに見える。あなるほど変態ですかっこいいです。でこれ結構ロールスロイスってこう塗装がなんかちょっと特殊とかって言われるじゃないですか。あ、まあはい、クリアの肌が、はい、ない鏡面なんですよね。塗装のこうボコボコしてる感じはないんですか。塗装のラウンドがないんです、はい、なので、はいクリアに塗ったこの、はい、こう細かいボコボコをこう、はい、こう真っ平らに研いで、はい、クリアをこう真っ平らに塗る、はい、ツルツルにするんですか。ツルツルに。それ塗装面もそうなんですか。あ塗装面もそうなんです。でツルツルにしてクリア塗って。あそうです、まあ、必要だったらもう一回クリア塗って、はい、下をツルツルにしておいて、はい、あの上もツルツルに塗る。あそうするとあのロールスのピカピカのボディになる。そうです、こうイメージで言うとこうクリアをこうバーンと叩きつける感じ。どこクリアをこう、はい、シューッとただ塗るんじゃなくて、はいまあ、エアーズ上げて、はい、あのクリアをこう叩きつけてこう肌を伸ばす伸ばして塗っていく。えなんかそれはどうですか。違う。いや仕上げのクリアの時はあ仕上げ最後は最後に、はい、じゃあちょっとその普通の車と違う工程というか。そうですね。になってます。もちろんクリア車の方もそうです、はいはい、けど高橋さんから言わせるとなんか純正のその塗装も、はい、純正の塗装も、まあ、そう純正の塗装もそうですね、手作業で磨いてるんで、はい、まあ、下の方肌が残ってたりとか、はい、それも高橋さんだと分かっちゃうっていうまあ誰でも分かっちゃいます、ね、あ誰でも分かっちゃう。誰でも分かっちゃいますね、はい、え下の方ってことですか。サイドステップとかそういうことですか。そうですね。あと、まあ、パネルでも真下の方、一番下のラインだけちょっとまあ裸で落ちたりとかいうのも見えます、ね、それはわざと落ちてるんですか。どうなっちゃったんですか。まあ、隅々まであんまりこう磨ききれないっていうのもあるんですよね。こういうパーツもこう中とかツルツルには研げないから。あまあまあそうですよね、はい、中とかは研げない、はい、でも極力ツルツルに塗装して磨いていく。じゃあやっぱりロールス大変なんですよ。大変ですね、はい、手間はかかります。で当然純正と同じクオリティじゃないとこれだけ。あそうですね、もうこれだけ肌が残っちゃう。じゃあもうその辺も任せていただければ、はいはい、ロールスクオリティでアフターパーツも全部取り付けていける、はいはいはい、なるほど、こんな感じです。これは今はクリアを1回塗って研いでる。研いで、はい、なるほど。結構研ぐんですね。いや、ある程度もう塗ってるんで、はい、溜まってるところ全部平らにして、はいはいはい、穴もある程度小さくしちゃってるんですよ。なるほど。もうわけが分かりません僕、はい、もうこれだけでもなんかすごく十分綺麗に見えるんですけど足りないんですね。これ足りない、はい、で磨きまくるんですね、はい、じゃあ研いでもう一回クリアしてでカーボンパッドにします。まあ良ければ良ければダメだったらもう一回研いで、はい、最初はもうちょっと細かいので研いで、はい、仕上げのクリア。そうなんです。そしてこんなにザラザラにしちゃってもクリアって復活するんですか。復活します。すごい。あ、こういうことですか。あ、そうそうそう。ちょっとクリアがもう、ってなってる。で、これでそう紫外線とか見た目的なものももちろん、耐久性もアップ。
そんなクリアの加工もしてるみたいです。マットのグロスの工程は一緒です。あ、そうなん。最初グロスでどんどん穴を埋めて、はい、面を出して、はい、最終的にグロスで塗るかマットに塗るか、最後の仕上げが違うだけなんです。あ、そうです。じゃあ工程は一緒なんです。工程は一緒です。あんまりマットのオーダーってないですよ。あんまりないです。少ないです。僕的にはマットかなりかっこいいと思って。ただマットはもうゴミついちゃうと磨けないんですよ。見直しになってる。ああ、そういうことなんですか。あ、クリアだと磨いてこう。そうですよ、はい。まあちょっと手入れは大変になっちゃうんですけど。そうですね。まあ、あとはプロテクション貼るとか。あ、そうですね。そういう加工で対応できるご相談いただきます。これバンパーの下の真ん中のところみたいです。一見なんか純正チックな、はい、グリルですけど、これも実はマンソリーなんですよね、はい、マンソリーのロゴがしっかり入ってる。純正のグリルと合わせて。あー、なるほど。これが真ん中、はい、あの全くモンドボディもエアロも関係ないですけど、すごいタイヤ発見。355-2520、はい、もうわけがわかりません。すごい。これ何用だろうね。なんだろうね、これ。スーパーカーのリア。あ、ウルスか。え、ウルスこれ？本当に？え、335になるの？ウルス。わかりません。ちょっと確認しましょう。ちょっとこれが入りそうな車が見当たらないんで、ちょっと確認しましょう。すごくね。はい、というわけで今回はロールスロイスゴーストのマンソリー。塗装の工程の前の段階をちょっとご紹介させていただきました。ちょっとサイドスカートの塗り分けなんかが、まあ、かなり難しい感じに、なるみたいなんで、まあ、次回その辺が詳しく、出来上がった状態をお届けできると思います。そしてですね、ボンドボディの、製作シリーズウルスの方が間もなく、完成すると思います。そちらもぜひチェックしてみてください。はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。